うですか、気持ちは。最高に。最高に。いいね。素材が軽いでしょ。軽い。もう少し引っ張ったら、ウエットの生地に似てるじゃない。そうですよね。新発売で。いいね。今度は、はい、パンツも作りましたんで。今はグレーとベイビーとブラックです。これブラックです、ね。さすが。新発売です。せーの、本日のヨロピコ。やるなら今、汗に向かってフレモールヨロピコ。キュール安すぎて遊ぶ方がなかったです。あ、それも良かったですね。ほんま120万ですよ。あ、入った先年収ですよ。年収、ああ月10万ですよ。ああ、で今と違うのは、今用具なんかもらえるじゃないですか、2軍の子も。ああ、で僕たち自分で買わなきゃいけないじゃないですか。そう、あの頃はそうだ。そうでしょ、うん、自分で買ったじゃないですか。ああ、それで用があったからよかったけど、用具取られて、あの用具引かれたら1万か2万が残らんのですよ。ああ、それじゃあ遊びにも行けよ。行けないわけですよ。ああ、で流れ川やげんぼりってとこまで行けば、ああ飲ましてくるとこあったんですよ。そこ行く金がないわけですから。一回流れ川出て金がないから歩いて帰ってきてるから、1時間かかりました。寮までですか。寮まで車で10分ぐらいなのに。あ、まあそうですね。そういう時代ですよね。だから逆にやる気が出て、要は金がなかったから、うん、めっちゃ良かったです。うーん、いや影夫さんとか同じだ。影夫さんもそうですかね。影夫君も87万いったか。7万いったらいくらだ。70万の。ああ、80万ぐらいですね。24万、はい、ぐらいだったの。年俸、年俸、年俸。だからちょっと阪神も安い。ちょっと上だったよね。あ、そうか、掛布さん6位かなんかか。そう、とんでも6位にしてくれたんよ、あれ。あの、スカートの管理さんという人がいて、で、その方がね、彼、あの高校野球終わってから一回練習来たんですよ。で、彼のおじさんと僕が、あのちょっと知り合いだったんで、はいはい、でうちの、甥っ子がちょっとプロ野球入りたいんだけどって言うから、はい、じゃあ練習させてもらえんかなって言うから、あ、じゃあ球団に行ってみるわ言って、で球団に言ったら呼んだんですよ、はい、で高校野球が全部あれ予選で負けたもんだから、はい、1週間ぐらいねこっち来て練習したんですよ、はい、でユニフォームがないでしょ、はい、あの頃タイガースもほらこれ渋ったいから、だからもう練習のユニフォームもないんですわ。だからしょうがないから、あのユニフォーム着せないわけにいかないんで、僕のユニフォームね9番だったんですよ。それ裏返しに来て、反対側に来てね、それでずっと練習したんです。そんでそれを見てて羽田監督と岡本さんが、これいいぞ、取れや言って、取れや言ったって僕は知りませんよ ね、 あの知らないっていうか取れる権利もない。だから、まあ、管理さんお願いしますよ言ってた。それでドラフトになって、はい、でどこも指名してなかったみたい、うん、で 6位まで残ってたんで、あんちゃん、あの掛布6位に指名しといたからな、ドラフト外だと支度金とか言って50万とか100万しか出なかったみたいな。当時、はいはい、ほんで契約金がね、だからあの一応6位だと200万か300万になったみたい。だから 6位に指名しておいたからな。いや、ありがとうございますって僕管理さんに俺言ったの覚えてます。そういう際がね。あのさ、その頃アマチュア来てってなかった。あの頃一週間練習して今だから言うんだよ。そうですよね、うん、もう普通だったら ピー取り、まあまあ、ダメやもんね、うん、でも昔の話だからね。そうこればっかりは、ね、何年かな、昭和よ、俺がクビになったのが48年やから46年か7年かな。掛布の入る前の年ですよね。うん、そうですよね、俺次の年入ってるからね。そうですね、うん、同じ高校生上がりですもんね。そう、うん、そうやって見たら俺の方が給料いいっすね。え、契約金800万もらったの。いや、800万もらったの、うん、それを聞いたら高く聞こえますね。それ聞いたら高く聞こえる。200万とか聞いたらね。聞いたらね、うん、だってタイガースはほんとこれ
住みたかった。だって僕らあれですよ、ベスト10になった年あったよ、間違って、はいはい、昭和45年だけど、はい、王さんがね、うん、1位で僕が2位やったんです、はい、でその時の給料がね、僕が420万やったかな、180万しかない、突然1年で600万にしかない。無茶言うわけじゃないけど、倍にしてくれって言ったんですよ、うん、ダメだったら加藤さんにその、あの球団に行ってもらったらよかったな。あの交渉術は最高ですよ。それこの間川田さん出てくれたら、川田さんに聞いたら交渉術がすごいですよ。すごいですね、びっくりです。で多分川田さんが誰にだか言ったら多分倍になってます。でもあの頃彼まだ選手やったからね。そうです、川田さんね、うん、んであその川田君の時もそうだった。球団がねもう引退させろと、うん、何でもねあの頃ね監督なんですよ、言わすのがフロント絶対出てこない。だから全てもういいや、全部俺がかぶりゃいいやと思ってたけど、カートに引退しろとんで、球団が言ってるから、ほんで2軍のコーチを用意してると、うん、球団が、はいはい、だからお前も考えた方がいいんじゃないかって言ったんですよ、はいはい、でもじゃあまあクビにするよからね、はい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 、だからカートに言うと彼がいや僕は絶対言ってました、現役やりたい、うん、給料がいらないとか言って、うん、なんとか言って、もう給料ゼロでもいいからやらせてくれ。でもね俺にはね、うん、分かったんじゃお前やれという権利はないんだよと、うんうんうん、会社が ね全部持ってんだから、じゃあお前会社とあとは話しろよ、うん、その時のだから放送実態、そうそれですよ、言ってました。うん、そうなの。だから彼は本当にね、それから次の年にあれも偉かったの、毎日ね1時間2時間前にして、はあ、室内で、あなたじゃないけども、はいはいはい、ずーっと打ってね、はあ、あれもよくやりましたよ、カートも。そうですよね、はい、足が速かったでしょ。足はね速かったけど、あの頃はねもうダメだった。入ってきた時はそうでしょ、足が速くてね、肩がいいんで、やっぱり最初なんかショートだった。ああ同じ僕の中イメージがありましたよ。全くイメージがないですけどね、晩年ね。そうでしょ、バット担いでこうやってこうやってこうやってもう走るのもトロトロ、もう俺はこれしか走れないっていう雰囲気ですもんね。そうそうそう、あれも怪我があったりなんかしたんでね、だんだん遅くなって。でも彼もよくやりましたよね。そうやって見たら楽しいですね。なんか800万っていう数字大きいね。大きいですよ。大きい、もらえすぎやつ。そんなことないじゃん。僕の最高給料より多いんだから。僕は最高給料ね12年おって600万が最高やった。あから800万もう入った時にもらってんだったら。でもあの頃1000万円プレイヤーっていうやつ。あ、そう、あの頃はね1000万円はね1人か2人しかいないんです。ですよね、チームに。でもそれで600万円だったらいいし、いいですよね。そうかな。あの頃やっぱ一昔前だから、はい、結構やっぱあれが違ったでしょ、あの土地の値段もとか。うん、あのその前だね、やっぱりその前ですかね。あの契約金もらった頃はねまだあの土地は安かったけど、宝とかこの辺りも安かったんです、うん、前一番最初は坂田川の上の方にいたんだけど、あはそこなんかでも130坪近くあって500万ぐらいだ。そうですよね、まあ、みんな言います。だって昔の一昔その前の人たちって、はい、月の給料で土地何十坪も買えたって言ってましたもん、アニヤさんなんか。ああそうやね、広島だった。あ言ってましたね。この間そういえばハッちゃんだったよ、アニヤさんと。アニヤさんはまあ内野のノック率先してやったんだろうけど、足元は全部抜けますからね。あそうやった、彼だけ来ないんですよ、はい、なんで来ないの、そんなもん偉くなったんか言うてよ。いやもうあの時は久しぶりに会ったけど元気でよかった。元気です、今が一番楽しいですね。
ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録といいねとコメントよろしくお願いします。それではゲームセット、次回もよろぴこ。